はい、こんにちは、勝又博物館です。今日ご紹介する展示物はこちらということで、いっぱい買ってきました。じゃん。ウルトラカプセルキミラベロスセットと、これ先週売り切れてて買えなかったんで、今週発売しましたロケットパンダフルボトル、はい、そしてなんといってもこれ、じゃーん、メッキ、いいね、ゲットしてきました。これのね、動画はまた後日公開します。これも実はゲットしてきちゃいました。ということでやっていきましょう。今日はこっちじゃなくてこっち、はい、キメラベロスセット、カイザーベリアルカプセルとウルティメイトゼロカプセル、そしてゾグ第二形態カプセルとファイブキングカプセルということで、この二つはキメラベロスというものに変身するそうです。多分ウルトラマンベリアル、あ、違う、カイザーベリアルが変身するのかな、ウルトラマンベリアルがこのフュージョンライズするのかな、どっちだろう。取り出します。よいしょ。 G ドライザー、チュンチュルン、いきます。まずじゃあ最初普通にウルティメイトゼロからいきましょう。すげー伸びてる。そして単体で読み込みます。おー、声がてんこ盛りでしたね。普通のウルトラカプセルよりも宮野真守さんの声が良かったですね。さあ、それではカイザーベリアル、これ読み込んでみましょう。あれ？さささならないのか？あ、ならないみたいですね。では、早速、こちら、ゾク第二形態とファイブキング。これをね、フュージョンライズしていきましょう。ウルトラマンベリアルでしたね。キメラベロス。デスシウムフレア。めっちゃ強そう。さあ、それではちょっと他のフュージョンライズあるかどうかちょっとやってみますか。ベリアル、
ゼロダークネス。なったね。なった。すげえ。オーブ。ダメだ。あ、同じゼロ読み込むとウルティメイトゼロでまとめられてしまうんですね。他のもそうかな。これとかどうだろう。あ、やっぱまとめられちゃいますね。セブン。あ、お父さん。フュージョンアップ。お、フュージョンアップ。あ、ウルティメイトゼロでも、まあ、エメリウムスラッガー扱いっていうかね、やっぱゼロ扱いなんですね。ということで今日ご紹介したのはこちら、ウルティラマカプセルのキメラベロスセットでした。フュージョンファイトがね、第3弾になるとこのキメラベロス遊べるみたいなのでやってみたいと思います。11月の上旬にフュージョンファイトリニューアルということで第3弾になります。その時までお待ちください。それではまた明日。